일단 여러분들도 아시다시피 전작 같은 경우는 이병헌 씨가 출연을 해서 다들 알고 계실 거라고 생각이 듭니다. 그만큼 굉장히 큰 화제를 몰고 왔었는데요. 그 차기작인 로스트 플래닛 2는 일단 모든 면에서 업그레이드와 그리고 진화를 이룬 작품이라고 합니다. 오늘 아쉽게도 피디님께서는 자리를 하시지 못하셨습니다. 그래서 여러분들께 영상 메시지를 준비해 오셨는데요. 그럼 로스트 플래닛 2의 다케우치 주은 프로듀서의 게임 소개를 그리고 인사말을 영상을 통해서 만나보시겠습니다. 영상으로 확인하시죠. 예, 안녕하세요. ロストプラネット2プロデューサーの竹内です。今日はですね、ちょっと仕事がどうしてもって今度おりまして、お邪魔することができなくて、誠に申し訳ありません。今回ですね、私の方、ロストプラネット2という新しいタイトルの方をご紹介したいと思います。今回のロストプラネット2なんですが、前作、ロストプラネット1からですね、大きく、ストーリーも世界も、そしてゲームも変わっております。今回のロストプラネット2の一つの大きな特徴がですね、 オムニバス形式という形のストーリー展開になります。全部で6つの全く異なるストーリーをご用意しましてですね、全く皆さんが体験したことのない新しいロストプラネットの世界を体験できるようなゲームに仕上がっております。今回ですね、残念ながら前作で主人公として登場していただいたイ・ビョンホンさんの方は、ご出演されないんですが、この6つのストーリー、各々に異なる主人公がおりますので、 こちらの方、また新しい楽しみになってくるかなと思いますので、ぜひご期待してお待ちになっていただければと思います。さらにですね、今回前作で好評でしたオンラインでのマルチプレイというものも当然ご用意してますが、さらにですね、4人での協力プレイというところもご用意しております。全ての、キャンペーンモードがですね、4人でのオンラインプレイで対応ということで、今回のこの4人プレイも全く新しいロストプラネットの魅力になるんじゃないかなと いうふうに思っております。韓国では非常にオンラインの方も普及しておりますので、ぜひ4人で協力して、このストーリーをクリアしているというモードを楽しんでいただければなと思います。そして最後にですね、オンラインゲームといえばやはりキャラクターカスタマイズということで、なかなかシューターのゲームでキャラクターのカスタマイズまでできるゲームはもうでなかったんですが、今回のロストプラネット2ではですね、 皆さんが使用されるキャラクターの方も、自由にパーツを交換してですね、カスタマイズしていただけるようになりました。全部で数十種類のパーツが出てきますし、またあの実績解除で手に入るパーツとかっていうのも多数用意してます。もちろんダウンロードコンテンツとしての、パーツというのも用意しておりますので、こちらの方、皆さん思い思いのキャラクターを作っていただいてですね、自分の個性を使用して遊んでいただけるような仕様になっております。こちらの方も期待いただければなと思います。 当時でですね、今までお話ししてきた内容というのが、ロストプラネットの簡単な概略には、なりますが、さらにですね、4人で協力して、楽しんでいただけるような仕掛けというものを、実際のプレイでは多数ご用意しております。今回皆さんにご紹介するですね、巨大なボスというものも、この一つになるかと思います。こういった巨大なものと4人で協力して戦っていただけたりですね、あと、4人でクリアしていくステージというものも、あと4人で協力しなければ使えない武器、 みたいなものもご用意しております。今後ですね、ロストプラネットの世界がですね、ぐんぐん広がっていくというものをぜひ手に取って体験していただければなと思います。発売の方なんですが、だんだん日々過ごしやすくなってきておりますが、寒くなってですね、まさしく X-Streamコンディションな時期になった頃には、お届けできるように頑張っておりますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。 それでは今日の過去の発表会楽しんでいっていただければなと思います。この辺で失礼したいと思います。どうぞよろしくお願いします。